え皆さんこんにちは、えー、11時からの長丁場となりましたけれども、えー、皆さんは十分楽しんでいただけましたでしょうかその一歩を踏み出す DX でその一歩を踏み出すことが大切だということをテーマに、えー、今日のセッションを続けてまいりました、えー、DX を一言で言いましてもその冒頭のデジタル庁 石倉デジタル館もおっしゃってましたがデジタル化することが目的ではなくてある目的を持ったものに向かってデジタルを活用していくことが大事だということはもとよりでございます。したがいまして皆様方は DX が進んでないから DX なんかやらなきゃいけないというようなマインドで DX に取り組んでもらっては困るわけでございます。た、えー、たくさんのお話が今日ありました、えー、皆そそれぞれれれぞに頑張ってららるところそれから やはり今非常に弱いとしかもうすでに日本,を日本は25年遅れてるんだという眠ってたんだというような話も、えー、キーノートの中でございましたそれぞれ皆、えー、本当のことを言っていてまた本当のことを言いながら、えー、そこを何とかしていかなきゃいけないということが今私たちに問われているんだというふうに思っています。私たちあのディータルを使えば何でも解決するというふうに考えているわけではありません。 皆様方がディジタルになるということによって今日もお話ありましたけれども時間軸が非常に短くなるそれによって今まで考えてたことともう根本的に違うことができるようになっていくそれからデータがいろんなとこにあるそのデータをつなぐことによって今まで気が付かないような価値観というのが見えてくる。企業ににいいててもも個人においても デジタルを使うことによってこれまで自分が見えていた世界と違う世界が見えてくるということですしたがって過去の成功に頼っていてはうまくいかないわけです都く企業の人間はあの偉くなる人は過去成功した人が偉くなりますので成功した人は成功体験を語りますしかしこのディジタルの時代は成功体験は役に立たないということを肝に銘じていただきたいというふうに思っています 私たちは常に新しい時代新しい方を向いてそして課題を見つけていかなければならないでそういう目をもってした時にデジタルというのがどういう役に立つのかそういう意味でデジタルというもうこれからは小学校で算数国語を習うようにもう情報というものが基本の基礎知識になっていく時代だというふうに思っています。 したがってデジタルを一部の専門家にやっていただくのではなく全ての人がデジタルの知識を持ってそれをさらに専門家の人に詳しくやっていただくこういう階層構造で誰もがデジタルに明るくならなならけければいいいととうことです本日デジタルデーということでデジタル庁が開設してからまあ1か月今日経つわけですけれどもデジタルデーというのは すべ、えー、ての人がデジタルで、えー、幸せな世の中を送るようになるということ、えー、まあソサエティ5.0と言われていますけれども、えー、明るい未来をすべての人をデジタルで明るるい未来にすることが目的ですデジタルが使われてるか使われてないかなということは気が付かなくたっていいデジタルを使ってすべての人が幸せになる社会を築いていかなければいけないということです。そのために皆さん一人一人人が今日 この4時間のセッションを聞かれてですね少しでも自分がデジタルの中で何かやってみることができるというアイデアをいただいたりやる気をいただいたりまあそういうことがあったのではないかというふうに思っています。まささにその皆さんが なんかうちでもできそうだ。なんかこれはやってみたい。なんかこういうことを上の人と相談してみたい。そういうアイデアがいっぱい今日出てきたのではないかというふうに考えています。ぜひ皆様方その一歩を踏み出してください。それが DX を進める大きな力になると思っています。えー、本日は4時間。 このあと、えー、午後4時半まで、えー、展示室の方を見学することもできますので是非、えー、そのサイトもご覧になって DX 日本でこの DX を進めていく皆さん一人一人がその担い手になっていただきたいという,うに心から願う次第でございまますす簡単ではございいが終わりの挨拶とさせていただきます。